皆さんこんにちは、基礎産業山本なすしです。今日は株安不況から想定されることとその対応についてということについてお話ししていきます。最近ものすごいその株安が進んでますよね。今年は大きな不況がやってくると言われている中で、私が想定しているよりも早く結構不況が来てるんですよね。このことに対して今後どういうふうな、世の中の動きになっていくのかという予想とですね、それに対して恩恵を受ける業界、受けない業界っていうのが出てくると思うんですね。それと同時に、今後こういうふうに対応していきましょうということについてお話ししていきます。今日は4つのことについてお話ししていきたいと思っております。まず1点目がですね、株安になるとどんなことが想定されるかということなんですよね。ここについてお話ししていきます。それと2つ目なんですけども、私個人が思うにですね、本当に怖いのは株安もそうなんですけども、もうちょっと怖いものがあるんですよね。そこについて株安よりもダメージが大きいと想定されるものについてお話ししていきます。それと3つ目が、個人的に、これもあくまで個人的な話なんですけども、個人的に今後こうなるというところの想定とですね、それに対して恩恵を受ける業種、受けない業種というところについてお話ししていきます。それと4つ目が、ステージごとの対応策についてお話ししていきます。ステージとはどういうことかというと、今日は2つのステージですね。キャッシュリッチな、すでにもうお金を持っている会社さんと、実はとも条件変更をしている会社さんというところ、この2つに対してものすごい悩み事が集まってくると思うので、そこについてそれぞれこういうふうにやっていきましょうということをお話ししていきます。それではまず1点目なんですけども、株安になるとどんなことが想定されるかということなんですよね。株安になると不況になるってよく言うんですけども、不況ってどういうことかというと、市場にお金が出回らなくなるということなんですよね。株安になってなんでその市場にお金が出回らなくなるのかなということなんですけども、株安になると時価が下がるんですよね。上場企業の時価が下がってるところを銀行から見ると、ここ貸して大丈夫なんかなっていうふうに思っちゃうわけですよね。だからその融資をしにくくなるということは、市場にお金が出回りにくくなる、要は上場企業もお金がなくても要はやっていけるように、どんどんそのリストラをするとかですね、もうここ何回か決算解説でもお話ししていったんですけども、早いうちにどんどん手を打っていてですね、銀行が貸し剥がしというか、貸ししぶりをやっても全然生きていけるというか、そういうふうに銀行にお金が出回らなくてもやっていこうというふうになっているということは、一般のそこの恩恵を受けているその中小零細企業というのがあるので、そこもやはり影響を受けてくるんですよね。それに対してそこに働いている従業員の人たちもそのリストラされてですね、リストラされていくと逆に個人消費が冷え込むというような、どんどん要は循環がですね、市場からお金を引っ張っていくというか、もう還流しなくなっていくんですよね、会社にですね。そういうふうな現象が起きるから、株安になると不況になるということになるんですよね。それと2つ目なんですけども、株安よりももっとちょっと怖いことというか、個人的にはここに対してすごくダメージが大きくなるのかなと思うことがあるんですけども、それは何かというと原油安なんですよね。日本の基幹産業って、車とかいろいろあるじゃないですか。なんですけども、やはりその原油が下がるとすごくダメージを受ける業界があって、何かというと海運なんですよね。日本の産業というのはなんだかんだ言って造船海運は昔からもう明治時代の頃からずっとその基幹産業なんですよね。ここの部分が原油が下がるとその運賃が下がるんですよ。もっと分かりやすく言うと、砂運ぶのと宝石運ぶのだったら宝石運ぶ方が運賃が高いんです。運賃が高くないとやはり船をやり替えようかと、要はそのリプレイスっていうんですけども、例えば一人の選手さんがその10艘船を持ってたとして、この持ってる船のその原油、その時に契約した原油の相場よりも今の相場の方が安かったら、どんなことが起きるかというと、やはりそのリプレイスっていうんですけども、この10艘あるうちの1艘を売ってですね、新しい船を作るというか、そういうことをやらなくなってくるんですよね。船って1艘40億円ぐらい融資するんですよ。すごく規模が大きいと言いますか、その船ということに対していろんな業種の人という方絡んでるんですよね。実を言うと、その船って中に家具もあったりとかですね、
まあ、例えばそのボイラーとかそういうエンジンとかですね、あらゆるその人間の生活にかかるものというのが凝縮されてるので、船を作らないというのは結構致命的だというかですね、もっともっと怖いことなんですよ。だって鉄も作らなくなるし、そのいらなくなってくるというかですね、まあそういうふうなことが出てくるから、実を言うと原油安が株安よりも実は怖いんじゃないかという、個人的に、まあ、17年の銀行員生活の中でとても思っててですね、今回株安になっていることよりもその原油がすごく下がってるっていうところの方が、まあ、実を言うと非常に危機感があるのかなというふうに思っております。3つ目の話になってくるんですが、個人的に今後想定されることと、それによって恩恵を受ける業界受けない業界というようなところをお話ししていきます。これは個人的な話なんですけども、今後これはまあ絶対あるかなというふうに思ってるのが減税なんですよね。金利でもうマイナス金利って言われてるんですよ。もう金利でその要は市場にこうお金を流すというかですね、そういうことがもうやりにくくなってくるというのがまあある中で、じゃあどこで調整するんかなっていうと、その税金なんですよね。消費税をずっと上げ続けてきてるので、私は政府、今回自民党がですね、個人的にはもう消費税大幅減税、もう僕はもうゼロもあり得るかなというふうに思ってるんですけども、消費税を減税します、大幅減税しますということで、もう場合によっちゃゼロでいきますみたいな格好で衆議院選挙にもう打って出るんかなというふうに思っております。これによって恩恵を受ける業界受けない業界というのが出てくるんですが、恩恵を受けない業界っていうのが出てくるんですよね。2つあるんですよ。介護業界と輸出に関わってる人ですよね。輸出に関わってる人は特にまあ影響があるのかなと思うんですが、消費税還付がなくなるじゃないですか。消費税還付がなくなって、かつその販売原価がそこにこう上乗せされてるというかですね、仕入れに結構影響があんまりしないですよみたいな現象が起きると、まあ輸出に関わってる人というのはダメージを食うのかなというふうに思っておりますね。それともう一つは、まあ介護業界福祉業界ですかね。やはりその消費税の、あの集めたものっていうのは社会福祉というか、そういったところに使いますよっていうのがもともと大前提としてあるので、そこが絞られてくると、じゃあその財源どうするんですかみたいな話に絶対なってくるから、じゃあ今まで絞ってたところをさらに絞るというかですね、もっと分かりやすく言うと、最近よくあるあるな話がですね、この人は要介護認定の例えば5ですよとか、まあ、4ですよとかっていう査定をする人を、その市役所が外注先としてこの人にやってもらいますよっていう選んでる都市が結構多いんですよね。ここがものすごく活躍するというかですね、逆に恩恵を受けるというふうになってきますね。この人もう全然歩けるじゃないですかみたいな、まあこんなの要介護じゃないですよとかですねようなことをものすごく絞ってくるのかなというふうに思っております。ある程度カンフル剤を打つということになると、 MMT でもやらない限りはですね、やはりその財源というものをどっかで作らないといけないんですね。 NHK のようなああいったようなところを民営化するとかですね、そういったことはちょっと今の段階で一足飛びに行くというのは考えにくいので、どこでやるかっていうことになると、もともとそこに使ってましたってところを絞ってくるのかなというふうに思いますね。まあ今不況の時によくある話が、今の段階で発生しているのはその資金調達といいますか、いろんな金融商品が出てるんですよね。あの10年に1回こうこれがもう出るか出ないかっていう商品が出てるんですよ。実を言うと3月17日から政策公庫も新しい不況対策資金を出してるんですけども、これなんかもう本当飛び道具と言っちゃおかしいんですけども、ものすごいこう幅広にもう資金を供給しますというかですね、そういったこともやりますし、最近ちょっとトピックス的な話として僕結構日経新聞読んでびっくりしたんですけども、政策公庫がもう協調融資、銀行と協調で融資をしますということを当面やりませんって言ったんですよ。これどういうことかというと、もうここのスピード感に任せ取れるんですよ。もう委ねられないんですね。あの政策金融公庫は補完的金融機関なので、銀行のその融資のスタンスにある程度合わせますよっていうのがまあ原則あるんですけども、もうここにもう頼らなくて、もう自分らでもうどんどん融資していきますというような独自路線をしばらく行きますっていうのが報道出てたので、これは相当びっくりしましたね。まあそれだけその復興に対するそのスピードが速いから、早く対応しないといけないっていうふうに
思ってるんですよ。これに対して、まあ、どういうふうな各企業のステージごとに対してどういうふうに対処していくかっていうところをお話しするんですが、まずキャッシュリッチな先ですよね。キャッシュリッチな先ほどやはりこういうお金っていうのを借りた方がいいんかなというふうに実は思ってましてですね。なんでかというと、税金払うのと金利払うのとどっちを取るんですかっていうような話が出てくるんですよね。それだったら金利払って大量に調達しといてですね、まあ、現金を保有しとくというか、まあ、逆にあの業績が好転してきたらもう払ってしまえばいいというようなことがあるのが一つと、これから不況になってくると、まあ、M&A もそうなんですけども、例えばまあ不動産とかもそうになってくるんですが、物件の価格がすごく下がってくるんですよね。物件の価格が下がってくると、その下がりきったところで買うとかですね、買ってどういうふうに運用しようかというか、そういうふうな勉強をしっかりしておくというか、そういうことがまあ必要になってくるかなというふうに思っております。だから一定のキャッシュリッチな先で業績がいい会社も当てはまるのであれば、やはり借りた方がいいのかなというふうに思っております。それともう一つ、このよく最近相談がすごくあるんですけども、条件変更してる先ですよね。これからの介護業界、先ほどもお話ししたんですけども、介護業界はやっぱり調達した方がいいっていうふうに思ってるんですね。今さっき言った減税の影響というのが何かしら出るというふうに思っておりますので、こういうその業界で条件変更してる先がじゃあ借りれないのかというと、そうでもないんですよね。こういう時こそキャッシュがないともう持たないじゃないですか。その営業キャッシュフローっていうんですけども、本業で儲けたお金で銀行の借金を返すじゃないですか。でもそこがもう銀行の返済を待ちますよ。だからその間に営業キャッシュフローをしっかりこう確保してくださいねっていうのが本来の条件変更なんですけども、不況がものすごい大きい不況が来てるがためにお客さんが集まんないというか、だからその売上がもう激減するっていう話になってくるので、そしたらもう営業キャッシュフローが取れなくなってくるから、やはりその資金調達しないといけないっていう現象が発生してくるんですよね。だからもうそこも見越してですね、実を言うと商品も出てたりとかするので、じゃあ条件変更してるから借りれないというわけではなくてですね、まあ一度聞いてみたらいいのかなというふうに思っております。でまず一回聞いてみてもらって、じゃあ例えばまあバンクミーティングっていうんですけども、その銀行と政策方向保証協会がですね集まって、じゃあみんなで集まってどういうふうにやっていこうというような方向を決めましょうというようなことがあるのであれば、やはりその借りれるチャンスはあるというふうに思っておりますので、ぜひ一度お問い合わせしてもらってですね、じゃあもうそれは分かったと、じゃあ融資するというようなことがあった時に、じゃあそうは言ってもその倒産の先延ばしになるということになるので、じゃあ最終的にどうやって返すんですかっていう改善計画作りなさいっていうことが出てくるんですね。その時に客観的なその意見が言えるというか、客観的な計画を立てれるような会社というのがコンサル会社が必要になってくるので、税理士の先生とかに頼むというのも一つありますし、私どものような会社にですね聞いていただけたらというふうに思っております。最後にですね、一件だけちょっと例外があるんですね。東北地方に会社を持っている方、東北地方でも特にこう宮城、岩手、例えば青森ぐらいまあですかね、ここにこう沿岸部に会社を持ってて、今回のその不況時の資金を調達したいという方がいらっしゃった場合に、ここにいる方のその銀行というのは結構その消極的だなというかですね、いうようなことがあるんですね。これ私の経験というか最近の経験で、あ、そうなんだなというふうに銀行の方とお話ししてから思ったことなんですけども、実を言うと東日本大震災が起きた時に震災特例という商品があったんですね。私もその西日本の銀行員をやってたからものすごい融資してたんですけども、東北地方の銀行もものすごく融資してたんですよ。なんですけども、実を言うと東日本大震災の頃から企業が立ち直ってるわけではないっていうところが結構多くって、貸したら貸したで不幸になってしまうかもしれないみたいなことがあるんですよね。だからその融資をするよりもどっちかというと廃業の方にもう切り替えていきたいとかですね、そういうふうな積極的な意見も言うような銀行も出てくると思いますので、ちょっと聞くのが怖いというような方がいらっしゃったら、私にちょっと一度聞いてもらったらですね、個別にちょっとお話しさせてもらえたらというふうに思っております。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。
チャンネル登録よろしくお願いします。 M&A で会社を買いたい、売りたい、サラリーマンをしていて独立企業、副業で稼ぎたい、会社の資金繰りに困っている、銀行からお金を借りたいけどどうしていいかわからない、そういった方はぜひ概要欄に弊社ホームページのリンクを貼っておりますのでお気軽にお問い合わせください。お金の悩みは必ず解決できます。一人で悩まずにまずは弊社にご相談ください。私たち基礎産業が全力でサポートします。